湯沸かし器の乾電池交換の方法を説明します。正面から見て右上に記載されている型式が TI や TH から始まるときは、赤色ランプの点灯が電池交換の合図です。単一のアルカリ乾電池を2本用意してください。左下に電池ケースがあるので、爪を押しながら電池ケースの蓋を開け、乾電池を取り外します。電池の向きを確認し、2本取り付けます。蓋を閉めたら完了です。乾電池を取り付けるときは、プラスとマイナスの向きに注意しましょう。また、乾電池には使用推奨期限があります。期限を過ぎた乾電池は使用しないようにしてください。